ホール胸、大分県立芸術会館は、かつて、大分県大分市にあった大分県運営の複合文化施設である。通称は、芸館。1977年9月に開館。展示棟に設けられた美術館と、ホール胸に設けられた多目的ホールとからなる。美術館部門は、開館当時、大分市内で唯一の本格的な美術館であった。 大分県出身者や関係者を中心に、田野村畜伝、福田平八郎、高山達夫、宇治さん、鉄平、朝倉文夫などの作品を所蔵していた。ホールは、1966年会館の大分文化会館と並んで、コンサートなどの会場として利用され、日本音響化協会による音響化が選ぶ有料ホール100選にも選定されていた。文化ホールの鈍調は、 芸術会館が所蔵する高山達夫の文豪原画とするものであった。1998年に大分県立総合文化センターを有するオアシス広場21が開館した後は、学校行事や県内の芸術、文化団体による利用が多くなり、アスベストの検出や利用率の低迷のため2012年3月に閉鎖された。大分県大分市牧緑町一の61。 JR 九州日本本線牧駅徒歩5分、大分バス芸術会館入口停留所徒歩2分、花鶴停留所徒歩5分1977年9月に開館。手前左側が新美術館の建設予定地。中央はオアシス広場21。大分県立芸術会館の老朽化等を踏まえて、大分県では2010年1月から、 大分県美術館構想検討委員会を開催し、新しい県立美術館の必要性やあり方などについて検討を行った結果、委員会の答申を受けて2011年2月に県立美術館を新設する方針を表明。同年5月30日には、大分市のオアシス広場21の国道197号を挟んだ北側の土地に2015年春までの完成を、 目指して建設されることが発表された。一方、県立美術館の建設地決定に伴い、芸術会館の利用方法についての検討が進められたが、県立美術館の開館後に廃止することが2011年9月21日に公表された。特に文化ホールについては、2010年9月に基準値を超えるアスベストが検出され、2011年2月から、 利用が中止されていたが、アスベスト対策のための改修に少なくとも7億円が必要とされ、また、オアシス広場21完成後の文化ホールの利用率が50から60%台に低迷していたために、2012年3月末で廃止されることとなった。文化ホールはこの決定に従い、2012年3月末で廃止された。また、 他の施設については2014年11月末で利用を終了し、2015年3月31日に全館が閉館した。大分県立美術館は芸術会館閉館後の2015年4月24日に開館した。旧芸術会館は改修された上、2017年4月に大分県立埋蔵文化財センターが移転した。文化ホールの鈍調は引き取り手を探しているが、 見つかっていない。ありがとうございます。